インターネット利用時に続行するにはクッキーを有効にしてくださいや、このサイトはクッキーを使用していますなどのポップアップが表示され、有効にしたとします。するとサイトにアクセスしたときにクッキーが発行され、端末に保存されます。そこにはログイン情報、サイトを訪れた日時、訪問回数などの情報が記録されています。そのため2回目以降のアクセスの時には ID とパスワードが記載されたクッキーが送信されることで、ログイン情報を入力する必要がなく、スムーズにアクセスできるようになります。またクッキーにはショッピングカートのデータも記録できるため、ログアウトしてもカートの中身を残すことができます。しかしクッキーは問題視されることもあります。クッキーにはアクセスしているサイトから発行されるファーストパーティークッキーと、サイトに記載されている広告業者から発行されるサードパーティークッキーがあります。サードパーティークッキーは今までにアクセスした複数のサイトからクッキーを発行してアクセス履歴を記録しています。そうすると広告業者は個人の趣味に合った広告を掲載することができる反面、ユーザーからすればプライバシーが侵害された気持ちになる人もいます。そのためサードパーティークッキーはサファリでは禁止され、 Chrome も2022年に禁止する方針です。またクッキーを有効にしている端末が共有のものだったり、盗まれるなどして他人の手に渡るとログイン情報を入力せずにログインできてしまうので、アカウントが乗っ取られたり勝手に買い物をされる危険性があります。クッキーは設定で削除できたり無効にできたりするので、気になる方は設定してください。例として iPhone と Android のスマホの設定はこのような手順になります。まとめです。クッキーを有効にするとサイトをスムーズに利用でき、自分に合った広告が表示されるようになります。セキュリティやプライバシーが気になる場合はクッキーを無効、削除しましょう。